なんでこんなにマップが綺麗ですかねー。ゆっくり実況、始まるよ。ってことで大魔司教ガリウスのお時間がやってまいりました。ほうこなみさんのゲームですか。ってこのゲームはかなりノーヒントっぷりが厳しいとかっていう話ですが。またノーヒント系ですか。まあ昔友達が持ってたからちょっとだけやってみたところ。あー進み方が全然わかりませんね、やーめた。ってなったっきり触れることが一切なかったというこのゲーム。そんなに謎だったんですか。なので今回もしっかりこのゲームに分からせてやりましょうね。分からせる。で今回は被害者系カウントがないんですね。ほんとだ。今回は鬼のマップと攻略手順のチャート作りに12時間くらいかかりまして。チャートで12時間。そしてそのチャート通りに進めるかどうかという試練となっておりますので。見た目以上に死ぬほど時間がかかったということだけはお伝えしておきたい。おもむろに始まった。まずは宝箱でマップをゲット。でこれはどういうゲームなんですか？ではその辺の説明を。基本はこの広大なマップにあるアイテムやら何やらを見つけ出して、そして各ステージにいるボスをやっつけて、でパンパース君を取り戻しましょうってのがゲームの目的。パンパース君って何さ？まあその辺も後でご説明させていただきますんで。まず今手に入れたグレートキーっていうのが次のステージに行くための鍵の役割で。今回は初回なんで道端に落ちてたけどこれ以降はボスが持ってるという感じ。じゃあボスを倒すたびに次のステージに行くことができると。まあざっくりとはそんな感じ。でもこのゲームの何がきちいって。マップがアホほど広くてこれでもかっていうほど迷うし必須のアイテムとかもどこにあるのかもわからんし。アイテムの効果とかもいまいちわからんしジャンプ操作が結構無事いし。無事要素だらけじゃないの。まあアクション自体はそんな無軸はないんすけどと思ったら宝箱発見。このエンゼルリングはリレミトとルーラの効果があるお役立ちアイテムですね。リレミトとルーラですか。まあさっき言いかけたことなんすけど。このゲームはあの名作のドラゴンスレイヤー4の無事さとタイプが似てるかと個人的感想。個人的感想ね。そしてこのゲームのシステムについて説明をしていくと。このゲームはポポロンとアフロさんという二人の操作ができるんだけど。アフロディーテね。でその二人を状況に応じて使い分けないとクリアは不可能という罠。放送なのね。見た目はこんな感じの色違いで何も変わんねえだろって思うんだけど。ほぼ別のキャラだろっていうくらい違うんすよ。具体的にはどう違うんですか？ああ、それどころじゃない神 BGM。また BGM ですか？ってこれ聞いて霊夢さん。何さ？ほら、チェンチェンだ。何がさ？なかなかいい感じの効果音でして。わかったわかった。でさっき言いかけたことなんすけど二人の性能差ってのがこれ。ほう？青のポポロンはジャンプの微調整が効いて剣での壁破壊も威力があるんだけど。でもこれから使えるようになるサブウェポンの連打が効きづらいのと。水に入るとアホみたいな勢いで体力が減るという金槌。ほう？でもアフロさんはジャンプの微調整が効かないけどサブウェポンの連打が効くんですよね。そうっすね。あとは場所によっては男子禁制エリアと女子禁制エリアってのもあって。そんなエリアもあるのね。まあこれから手に入るアイテムによってある程度の能力は変えていけるんだけど。でも大体その辺が理解できないと完全に詰みますねこのゲームは。って詰みまくってきたってことですね。これでもかっていうくらい詰みまくってきましたので。今回はチャート的なものをほぼ1日かけて作りましての無敵。もうその時点で半分負けてますが。まあ情弱がチャートを作ってもそれでもアホほど迷うという罠。罠。じゃあさすがに早送りとかもたくさん混ぜていくっていう感じですね。じゃないと動画は10時間。10時間。とりあえず今はモンゴリアンソードっていう壁を壊すことができるアイテムを買いに向かっているんでございますが。そのアイテムを手に入れると右の白いブロックみたいのが壊せるようになるんす。放送なのね。なんならそのソードを手に入れてからが本番なんですよね。行動範囲が一気に広がりますからねマジ。ってことでそのお店に到着。20円で売ってる。ではでは。モンゴリアンチョップを20円でゲット。モンゴリアンソードね。ってことでここからさらにアイテム回収の旅。
ではエンジェルリングを使ってこの迷宮の入り口まで戻っての、そしてこの白ひげのおっさんに導かれてメインの塔に戻りまして、さらにエンジェルリングで初期位置までルーラー。では続いてこのゲームのステータスについてちょっと説明を。ほう、この上のメーターがそれぞれのキャラの体力でゼロになったらさようなら、そしてこれがサブウェポンの使える回数で、これが持ってるお金。ここまでは普通の感じだ。そしてちょっと癖があるのがこの経験値のメーターで、敵を倒して経験値がマックスになっても攻撃力とかは上がらないという罠。そうなの？このゲームにレベルアップの概念はないんですよね。そうなんすよ。経験値がいっぱいになっても体力が完全回復するだけで、攻撃力とか防御力はあくまで装備のアイテムだけで上げていきましょうという感じ。そうそうなのね。って言ってたらそろそろ次のアイテムがある場所へ到着ですかね。これは宝箱があった。ここで必須アイテムのアローゲット。アローはサブウェポンの一つで弓のやつ、そのまんまだ。そしてちょっと早送りで進んでの、謎にオラッと落ちまして、オラッとねー、からのジャンプしながら左に移動、そして行き止まりかと思いきやさっきのモンゴリアン効果で壁を破壊。宝箱が隠れてた。ってことでここでデビルウィングゲット。デビルウィング？あの有名なデビルウィングは行ったことのあるところにワープできるという便利アイテム。デビルウィングねー。セラミックアローは貫通性能のあるアロー、そしてソルトはドラクエでいうところの境界に入れるというアイテム。放送なのね。そしてここでアフロさんに変更して水の中へ。ここはポポロンだと体力が持たず2秒でさようならという罠。ポポロンは水が苦手なのね。てか隠し通路的なところももはや厳しそうですが、ちなみにアローとかの装備したサブウェポンは右上のここ、隣の数字の分だけ使えるやつね。ってことでお次の宝箱のところに迷いながらやってきました。金髪、序盤で迷子ですか。てことで今回はブーツゲット。ブーツは後から出てくる下から吹き出る蒸気みたいなものを無効化できるアイテム。アイテムの種類は結構たくさんあるのね。ではデビルウィングで森の迷宮の手前にワープ。そしてここでやっと次の迷宮の攻略ですね。まあこのゲームの大まかな流れは、今持ってるアイテムでいけるところを探索して、そして全部で5つある迷宮にいるボスを順に倒してグレートキーを手に入れて、グレートキーを手に入れたら次の迷宮に行けるからまたアイテムを探してっていう感じの探索系アクション RPG。 そういうところは雰囲気ゼルダとかドラゴンスレイヤー4なのね。まあさっきから言ってることではあるんだけど、とにかく進み方が謎なところが多いし、マップは本当にアホほど広いという地獄。攻略本がないとかなりきちいといういつものやつなのね。ある人は完全自力のクリアに180時間かかったとかなんとか。180時間ですか。ってことでヒントがもらえるおっさんがいるホラー穴に到着。ほうヒントですか。向こう岸に渡りたければ水際で待つが良い。んなもんクソガキにわかるわけねえだろが近所なめんなよ。確かに子供には厳しそうだ。そしてまた迷子になりながら次の目的地に移動ですね。本当にマップが広くて迷子になってるんです。許して。まあ迷子は定期だから。そしてここで聖水をゲット。聖水はそのステージのボスへのダメージが2倍になるという神。そしてここでさっきのヒントが役立つ場所、水際で待ってろとのことだったので、ほら見ろ、何をまた謎に偉そうに。あとはここをぴょんぴょん飛んでいけばいいという簡単なお仕事。簡単なお仕事ですか。そしてお次はマントをゲット。マントはボスからのダメージを半減できるという神。でも取ったステージしか効果を発揮しないという鬼。鬼ですか。あーちょっと見ててレイムさん。何をさ。な、何がさ。空中移動が意外と無事ってことですね。ちょっと慣れないとジャンプ落下中の空中移動が地味に無事いんですよマジ。そしてまた次の目的地に到着。おっとここで防具のアストロシールド20円。20円。このシールドは弾系の攻撃を跳ね返すことができるという便利アイテム。ほうそれは重要なやつだ。って感じでアイテムは全部集めていくんですよね。せっかく情弱なりにチャートを作りましたから。
今回はすべてのアイテムを集めてクリアが目標となっております。この静寂静寂チャートね。おら、あー落ちちゃった。アフロに変わっておいてよかった。クモン式、クモン式全然関係ないし。そして今度は何の部屋なんでしょうか。オットポポロンが男子禁制の部屋に入れるようになるというネックレス。何よその危険なネックレスは。では続きましての迷いながら次のお部屋へ到着。そしてここで謎の暗号。ABBB？ なんとこのコマンドをボス部屋で入力しろってことなんだけど、これが理解できないと一生ボスと戦えないという鬼。またが近所には理解しにくいやつ。多分一定数のが近所にとっても罪ポイントだったとは思うんすけど、今回もニキネキたちの恨みを晴らしていきますからね。恨み晴らし代行のやつですか。ってことでここでオラッと落ちいのマジカルロットゲット。そしていよいよボス部屋の近くでしょうか。あーあの変な敵うんこ飛ばしてくるのやめろタコ。うんこ、あーエンガチョ、エンガチョって体力が悲鳴を上げてますけど、巻き巻きうんこなんかに負けてなるものか。巻き巻きうんこ、しかしそろそろ経験値もマックスになりますので安心安全の回復。なるほど体力回復ができるのね。ってことであの茶色のやつをラッとやっつけて、茶色のやつをラッとやっての体力回復。そしてここが謎のボス部屋。さあどうなるか。ここでさっき教えてもらった AABBB を入力。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、オラ、オラ、オラ。勝った。ってことで始まりましたゴミドラゴン戦。聖水で攻撃力2倍にマントでダメージ半減にマジカルロットで武器使い放題。お前なんてゴリの力で倒してあげますよ。ゴリの力ですか。ちなみに BGM の速さとボスの残り体力がリーチしているみたいですね。じゃあ BGM が速くなってきたらもう少しで倒せるってことなのね。でここで BGM が少し速くなってきました。ではでは、はい、わからせてやりました。わからせた。ほんとマリサさんはわからせますね。そうだろそうだろ。何がさ。では宝箱をせやっと開けまして、そしてグレートキーを手に入れて次の迷宮へ進む権利ゲット。こんな感じで次の迷宮に進んでいくのね。で迷宮は全部でいくつあるんですか。ああ言ってなかったっすね。迷宮は全部で5つあって、森の迷宮、火山の迷宮、墓場の迷宮、氷の迷宮、遺跡の迷宮。このそれぞれの迷宮の最後にボスがいて、遺跡の迷宮の最後にラスボスがいるって感じっす。じゃああとボスが4体いるってことなのね。そうっすね。では次に向かうは火山の迷宮。でも火山の迷宮はどうしてかわからないけど男子は奥に進めないというギリギリゾーン。ギリギリゾーンって何よ。でもさっきネックレスを手に入れてるので女子しか入れないエリアにも入れちゃうというギリギリムーブ。なんでネックレスを持ってたら男子禁制エリアに入れるのさ。ってことであの青い扉がバリケードなんだけど、ネックレス効果でオラッと入れるというドキドキ。ドキドキですか。ってことで女性専用車両に乗りたかったらネックレスを装備しましょうね。責任は取りません。完全アウトのやつでしょうよ。ってことで次の目的地までちょっと早送り。ほんと移動が多いあれなのね。そしてここで今回のボスのコマンド、知ってればわざわざ来る必要もないところではあるんすけど、今回は律儀に全部通っていくんですね。律儀な男マリサですからね。律儀な男マリサ。そして次の宝箱に到着。ダメージ半減のマントですか。そしてお次はなんとマップをゲット。今さら。そしてここで奥側をラッと降りてのマジカルロットゲット。これで今回のボス戦ではサブウェポンが減らなくなりましたか。そしてさらに上の方に行ってオラオラっと壁を壊していきますと入り口がある。ここではダイアクマの祠にはバルーンボンバーを持っていけという情報。バルーンボンバーですか。バルーンボンバーという必須アイテムがあるんですよって話ですね。風船爆弾的な武器のことかな。そしてさらに次の宝箱。ここではキャンドルという必須ではないアイテムゲット。でもわざわざ取るのね。律儀な男マリサですからね。律儀な男ですか。からのここの入り口。
おっとここでアフロさんが男のエリアに入れるというブレスレットが売ってますね。でもお金が足りませんけど。ああなんということでしょう。じゃあ後で来ることにするからまあいいや。また一人ごとのやつ。そしてここでちょっと癖のあるジャンプ落下ゾーン。な？何がさ？ここで落ちたらまた戻ってくるのが大変なやつなんですよね。いやそうなんですよね、ほんとマジ。何黙ってんのよ。いやあのここからどっちに行くんだっけな、困ったなっていう迷子でして。ほんとどんだけ迷子になるのさ。あ、でもここは上で大丈夫だったなってなりーの。そしてこの場所は？ここではさっき誰かが言ってたあの武器が売ってるとこでして。ここでバルーンボンバーですか。では20円で購入してさようなら。20円。ではそろそろこの迷宮のボス戦の前にこの宝箱を開けまして。でも変なやつは無視して宝箱。ブラックオニオン。この謎の玉ねぎは左側にある溶岩地帯が平地になるというアイテム。左側に溶岩地帯があったのね。では溶岩地帯が安全になったということでここを左側に進んで。ここでダメージ2倍の聖水ですか。ではさっき見えてた入り口がボス部屋なのでずんずん進んでいきましょう。今回のボス戦は強いんですか。いや今はマントもあるし聖水もあるし武器も無限で使えるんで多分余裕で分からせれるんじゃないですかね。きっと分からせれますかねー。ってことで今回は武器の連射性能が高いアフロ選手で参戦。ここで先ほどの暗号を。あーが近距離にはちょっと分かりにくいやつね。では左上右下右上と入力していきましょうね。光った。ってことでここから火山の迷宮のボス戦。よしでは勝負だ。変なやつ。変なやつだ。こやつは左か真ん中か右の天井どれかに出てきて変な弾を振りまいてくる感じ。弾の数が意外と多い。でここでバルーンボンバーの武器がないとほぼ負け格なんですよね。あんな高いとこを攻撃する武器なんてないからな。だから必須の武器なのね。ではここで時間があるのでストーリーについて簡単に説明を。ここでストーリーですか。昔々あるところに昔話ガリウスという悪いやつがおりまして、そしてそのガリウスというやつはポポロンという騎士と姫のアフロディーテの間に生まれる予定だったパンパース君をさらいまして。ほう。そしてポポロンとアフロさんは王数年後に生まれるはずのパンパースをさらうのやめろってマジってなって。数年後ですか。その結果ポポロンとアフロさんでパンパース君を救う旅が始まりましたとさ。まだ生まれていない子供を救う旅なのね。ってことで体力はギリギリでしたがボスのシアネモネを撃破。これで残る迷宮は3つ。ってことはボスも残り3体ですか。ではここで重要なことを一つやってきましょうね。重要なこと？お金集めですね。ああさっきブレスレット買えなかったから。まあこれからもお金はちょいちょい必要なんで、ここを出入りしたら毎回出てくる中ボスを倒してお金を稼ぎましょう。って話すことなくなっちゃった。またですか。じゃあちょっと小話でも。また何を小話すのか。なんか小話のネタがないかなって思ってトイレで座っていた時のこと。ほう。そういえばビデって使ったことないなって思いまして。当たり前でしょうよ。でもこれは経験だ。は？話のネタにビデを経験してみましょうね。またアホなことを。でビデボタンを押したら。押したら？おう。ってなって。何がおうだってさ。その結果。もう二度としなくていいですねって心の中で思いましたとさ。めでたしめでたし。なんもめでたしじゃないでしょうよ。なんでそういうアホな実験をするんでしょうかね。いや小話のネタを考えに考え抜いた結果の話だろ。だからってなんでビデオを押すのかこの人は。っていうアホな話をしていたらそろそろお金も貯まってきてブレスレットの場所に到着。ほんとアホな話ばっかり。ではでは今度こそブレスレットを買いましょね。で次はどんな迷宮になるのさ。次は墓場の迷宮っていうところになりまして。墓場の迷宮ですか。その墓場の迷宮はチャンネルが入れない男だけの世界がところどころにありまして。男の世界。
でもそれだとちょっと困りますねってなったからブレスレットを買って解決ってことなんですよ。これが霊夢さんにわかるかな。いやわかんねえだろうな。何を一人でブツブツ言ってるのか。水の中を通過しないといけないところがあるんですよね。そうなんよ。なるほど、だからポトロン君だけだときついってことなのね。ってことでここを抜けるといよいよ墓場の迷宮。では次の迷宮をウラッと制覇していきましょう。そんなわけで背景が骨骨ロックのステージが墓場の迷宮。まずは右上の方に進んでいって、あの白いブロックを壊してって右の奥の方までオラッと進んでいく。オラッとですか。で最初は定期のアイテム集めからスタートですね。マントやら聖水やらのアイテムを探してボス戦に備える。それと同時にこれから進むために必要な必須アイテムも迷いながら探す。迷いながらねー。ではまず最初のアイテムが見えてきました。まずは聖水からですか。そしてまたしばらく移動して、今度は水の中を通るのね。何が出るかな。ここでマップゲット順番が。そしてまた迷子になりながら進んでいったら入り口発見。ここでは水の下に呪文はあるだろうというヒント。あのコマンドのことかな。まあ知ってれば必要のないヒントではありますが、律儀系マリサなので律儀系ですか。そしてここでマインというサブウェポンゲット。ほう、これで地面を壊すことができるようになりました。さらにここでボス専用のマントをゲット。これでボスからのダメージが半減するのね。そして今度は中ボスの黒い変なモニョモニョがいるので注意。変なモニョモニョ、あいつは剣で倒すのが大変なので、この風船爆弾でやっつけるのが吉。剣だと動きを止めれないんですよねー。ってことでこいつを分からせると、実は結構お金を持ってるという神。また分からせましたか。そして上の宝箱はどうやって取るのかと思いきや、実は通れるという壁。またが近所には厳しいあれが。そんなわけで今回は特定の水面を歩けるようになるオールをゲット。特定の水面にしか効果がないのね。まあ改めてここで思うのは、こんなの自力でクリアしたあの当時のガキンチョは果たしてどれだけいたんだろうか。いや、ほとんどいなかったんじゃないか。また一人ごとかな。そしてなんでアフロさんは水が平気なのにポポロン君は水が苦手なのか。そしてどうしてエアリングを手に入れるとポポロン君のサブウェポンが3連射できるようになるのか、不思議だな。さらにはなぜペンダントを手に入れるとポポロン君の水耐性が高くなるのか、不思議だな。完全に心の声が漏れちゃってますが、これは。まあそんな疑問はいろいろありますが、ちっちゃなことは気にしない若き子若き子って誰かが言ってましたからね。言っていい。そしてこの後はさっき手に入れたオールが早速役に立つという水面。ほう、ここですか。どう見ても水の中に落ちちゃっていけないだろうと思いきや、いけた。っていうが緊張涙目の仕掛け。涙目だ。そして今度はマジカルロッドをゲット。ボス戦でのサブウェポンが減らなくなるやつね。では今度は今回のボス戦で役に立つサブウェポンを買いに行きましょう。ほう、どんななのか。このローリングファイヤーがあれば、余裕すぎて余裕すぎて余裕すぎて困るようなんですよ。まためめしく手が見え隠れした。あとはまだ例の呪文というか暗号をチェックしてなかったので。あー、ボスを出現させるあれね。ってことで今回はこんな感じのコマンド。少しずつ複雑になってきた。では準備も整ったので、今回もしっかり分からせていきましょう。また分からせるのね。ってことでボス部屋。ではさっき手に入れたローリングファイヤーを装備して、A 右 B 左 B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  のコマンドを入力すると。使った。そんなわけで今回のボスはモンスター。オラオラローリングファイヤーを手に入れた私を舐めんなよ。何ですかこれは。このボスの動き的にローリングファイヤーが弱点となっておるようでして。弱点すぎる。はい、男のローリングで分からせてやりました。ほんとマリサさんは分からせますねー。そうだろそうだろ。だからそれなんなのよ。では4つ目のグレートキーゲット。体力もあと一歩でマックスというところまでやってまいりました。残る迷宮はあと2つですか。そしてここからまたアイテム集めですね。そうっすね。ここから手に入れるマジカルウェアっていうアイテムはある意味必須のやつ。ほう。この次の氷の迷宮っていう場所はマジカルウェアを持ってないと左右の操作が逆になるという謎でして。そうなの？まあ右を押したら左に進んで左を押したら右に進むっていう。
コントローラーを逆さに持ったらいいじゃねえかって話もあるけども。でも操作する指も逆になるでしょうよ。そうなんすよ。なので律儀な男マリサはここでマジカルウェアゲット。律儀な男。ではここから次の氷の迷宮へ。おっとおっさんあっち行け。チャンネルじゃないとすぐこれだ。ってことで始まりました氷の迷宮。ではいつもの感じでアイテム集めトレイの暗号を探していきましょう。でも暗号はわざわざ聞かなくてもいいんですよね。いやそれは律儀マリサですから。だからその律儀なんなのよ。ってことで謎の入り口に到着。おっとチャンネルこんにちは。また出たチャンネル。さようなら。何しに来たのか。そして次の重要アイテムを探して迷子でうろうろしていきまして、ここでパペットゲット。パペット？パペットトックとパペットマペットを思い出すところではありますが、また懐かしい。でもこのマペットの効果もまた謎でして、ほう？マペットを持ってるとあるところで道ができて進めるようになるという謎。操り人形で道ができちゃうのね。でも必須のアイテムなんですよね。そうっすね。そしてここから暗闇ゾーン。真っ暗だ。でもここでキャンドルを発動すると明るくなるじゃあありませんか。チャーリー浜。さらに下に降りて左に行くとまた宝箱があるじゃあありませんか。だからさ。そして今回はベルトゲット。からのここで定期のマジカルロッドゲット。そして次は高額アイテムが売っているお店へ。と思ったら無敵の変な奴が邪魔ですね。どっか行け。どっか行けって言ってもねー。よしよし無事到着。おっと村正ソードが500円でちょっと高いですね。こういう時はチャンネルに変わってもう一回お店に入りますと、なんと今度は330円という男女差別。男女差別。この村正ソードがまた気持ちいいんですよね。そうなんすよねマジ。ほう？いつもの壊せる壁のところで、こうやって、ほら、おおこれは気持ちいい。こんな感じで村正ソードだと壁が壊せるようになるという神。そして今回も定期のマントゲット。からの迷子の末にここに到着。ああお金が足りないパラソル買えない困ったな。心の声が。でもこういう時は2気になってお店に入ると。なんと割引してもらえるというやらないか。やらないかって何よ。ではこの隠し通路を通っていきましての。また厳しいやつが。あとは定期のアイテムを拾ってボス戦に備えていきましょうね。で今回のボス戦も大丈夫なんですか？私を誰だと思ってんだ。金髪だぞなめんなよ。金髪だから不安なんじゃないかと思いますが。ではここでさっきの暗号のあれをペラッと入力。勝った。ってことで始まりましたキングドラゴン戦。今回はマインという地雷を装備して、オラ、オラ、オラ。って感じでドラゴンが通る先に地雷を設置していけばいいという簡単なお仕事。簡単なお仕事ねー。でもドラゴンに食べられると一撃でさようならなんですよね。なのであくまで慎重さは忘れずに。慎重さの中にも踏み絵ネキのような大胆さも忘れてはいけません。また大胆さの履き違えが。何が大事ってギリギリの大胆さですからね。ほんと頭の中はどうなってるのかこの人は。はい分からせました。やっぱりマリサさんは分からせますね。そうだろそうだろ。何がさ。ってことでここでグレートキーをゲットしてライフは最大。いよいよ終盤戦ですか。何がピロリンなのか。ではここからはラスボス戦のための準備をしていきましょうね。まずはこの部屋を出たら下の穴に向かいまして、そしてここから落ちると、ここで今回私は使わないファイヤーのサブウェポンゲット。使わないけど取ったのね。そしてメインの塔に戻ってのこちら。なんだよ水しかねえだろ潜っていくのかなめんなよと思いきや。思いきや？ここでさっき手に入れたパペットマペットの力を借りますと。パペットね。するとなぜかここで橋ができるという不思議。不思議だ。からのここから奥の方にずんずん進んでいって便利アイテムを探す旅に行きましょうね。次のアイテムはどんななのか。今回はボトルをゲット。ボトル？どうしてかわからないけどボトルの効果で経験値2倍ナイスですね。ナイスですね。そしてここから最終ステージの遺跡の迷宮。いよいよ最後ですか。と思ったらなんとここは重力がいきなり月のようになるという謎。重力？
なぜか動きが遅くなっちゃうあれなんですよね。おいおい、このまま動きが遅いまんまはキビじゃねえか、どうすんだこら。ってなると思うんですけど、ご安心ください奥さん。誰が奥さんだってさ。なんとこの先にバイブルという辞書的なアイテムがありまして。ほう。バイブルを取るとなんとびっくり玉手箱、なんと重力が元の状態に戻りましたとさ。ほんとだ。ではいつもの通りにアイテム集めやら暗号の情報やらを集めていきましょうか。おっとチャンネーじゃないですか、こんにちは。またチャンネーですか。さようなら。何をしに来たのかこの人は。では続きまして左下の宝箱、ここでも定期のマジカルロッドゲット。さらに次は気合のジャンプ。ほう。な、何がさ。そしてここですり抜けの術。あーまたこれはキビいやつ。そして今回はクロスという重要アイテムをゲット。これがないとラスボスにやろうが効かないのね。では続きまして、何黙ってんのさ。いやジャンプ。あー落ちちゃった、助けて助けて、まだ死にたくない死にたくない。すごい減り方。からのアフロにチェンジ。あー熱いのやめて、そういう趣味はないのよ私。また何をアホなことを言ってるのか。っていうギリギリの一幕でした。なんなのよ。からの次の宝箱でマップをゲット。今さらのマップ。さらには聖水でボスに与えるダメージ2倍という神。さらにまたこちらのお店に伺いましての、今度はハープですか。これはラスボス部屋に行くための必須アイテムなので高いですけど、ちゃんと買いましょうね。あ、ここで忘れ物をしておりました、マリサ選手。何を。氷の迷宮でグレートシールドっていう最強の防具が売っておりましたので、お金をせってこ貯めてそのお店の近くまでやってまいりました。現在ほう、最強の防具ですか。これでダメージはおおむね半分になるという神。いよいよアイテムは全部集まりましたかね。静寂チャートに間違いがなければこれで全てのアイテムが集まったはず。これがアイテム一覧ですか。ではあとはここからラスボスの部屋にオラッと向かうだけですね。オラッとねー。ポポロンとアフロディーテの間に生まれる予定のパンパース君が待っておるのだ。どうして生まれる予定の時点でさらわれちゃったのか。まあそういう不思議なこともあるんですね。あるんですかねー。ってことはポポロン君とアフロさんはすでに入籍しているのでしょうか。またどうでもいい想像してる。あーでもそれよりももうこのゲームの撮影が10時間以上かかってるの、編集大変だ。そしてまた心の声が漏れてる。って何ですか銀髪さん。出てきた。え？自分もビデオ使ってみようと思うんですけどいいですかって言われましてもですね。今さら。いやでもあなたは今までもこれからもずっとパンパースですから必要ないですよ、さようなら。また超絶適当に追い返した。っていうアホな話をしていたらいよいよ最終局面のあたり。ほんとアホな話ばっかり。でここのはしごを登ると強力な中ボスドラゴン出現。ほう、ここでドラゴンですか。でもあいつを倒しても別にいいこともないのでさようなら。また早送りになった。まあ私が余裕で逃げるところをお見せしてもあれだろってなもんでして。余裕で倒すわけではないのね。でラスボス戦はちゃんと分からせれるんですか。なんたって私は分からせるプロだからな。分からせるプロ。ほんとマリサさんは分からせますもんね。そうだろそうだろ。だからそのやりとりなんなのよ。ってことでいよいよ勝負の時。時は来た。また出た橋本真也。では上のところにてやてやっと移動しーの。さっきチャンネーから聞いた暗号を入力しましょう。右 AB 左なんたらのやつね。さあ今回のラスボス戦は一発で勝てるのかどうなのか。ではいざ尋常に。ちゃんとわからせれるんでしょうか。ってことで始まりました大魔市長ガリウス戦。おお、これがガリウス。まずは周りの炎が攻撃兼防御になってるから地雷パワーで炎で駆除を目指しーの。そしてアローに武器を切り替えての攻撃オラオラ。いて。でもめげずに中央の光ってるとこにオラオラ攻撃。ほとんど防御されちゃってますが、お主なかなかやるではないか。また一人ごとかな。ではまた地雷を準備しましての先読みチャンス。おっと今回は左が激アチ。速やかに地雷をセットしての炎というかホムラちゃんを殲滅させる作戦。何がホムラちゃんだってさ。
そしてホムラちゃんの数が減ってきたぞ。おーっとこれは敵はもはや無防備の状態だ。例えるなら森崎くんが吹っ飛ばされた状態とほぼ同じ。全然例えになってませんが、そしてガリウスという変な奴は一旦消えた様子。ならばここはと金髪選手は改めて地雷を準備。からの今回は下に出てきました変な奴。ではここで地雷を置きましての爆発でガードを崩しの。そしてさっきと同じようにここでアローを装備して。森崎くんが守るゴールに向かってアローをひたすらオラオラ。しかし森崎くんは吹っ飛ばされてんはい分からせてやりました。森崎くんただただ吹っ飛ばされただけじゃないの。ほんとマリサさんは分からせるんですね。そうだろそうだろ。だからさ。ってことで今回がラストのグレートキー。なんだかんだで倒した。何がさ。でこれでエンディングかと思いきや。もうちょっとだけ続くんじゃ。ほう。ってことでここがラストのフロア。なんか白いのがモヤモヤしてますが。あの白いのは何なのか。もしかしたらこのゲームをクリアできずに諦めたミキネキの怨念かもしれないですね。んなわけないでしょうよ。それかここまで相当な地獄を見せられたこの金髪の恨みが実体化したものなのかもしれないですね。絶対違うと思いますがそれは。まあとにかくあとはパンパース君を助け出すだけという簡単なお仕事。このどこかにパンパース君がいるのね。ではここは特に見せ場もないので平和システムを発動させまして。ああ平和だと早送りになる謎システムのやつね。そしてここで早送り解除。おーっとここでバブバブのパンパース君出現。生まれてないけどバブバブだった。でお前のせいでアホほど迷子になったんだぞ。そもそも石の中に隠れてるっておかしいだろタコ。謎のやつ当たりしてる。ってことでパンパース君救出。おーついに。そんなわけで悪いガリウスをやっつけて。さらには未来の子供を取り戻したポポロン君とアフロさんは。多分このお城でクライマックスを迎えたんじゃないですかね。知らんけど。また適当なこと言ってるし。ってことでマリサさんマリサさん。あーはいはい今回の感想なんですが。BGM は安定のコナミさんということで神。でもマップの広さとかは鬼。しかしながらやりごたえ十分と考えれば。隠された神ゲーと言ってもいいんじゃないでしょうか個人的感想。個人的感想ね。あ、改めてではありますが、今回チャンネル登録者さんが8万人を突破いたしました。これもいつも応援してくれる温かい皆様のおかげと、そのようにこの金髪一同感謝しております。金髪一同ねー。これからも情弱なりに分からせていくんですよね。常に分からせられてますが。ってことでこれからも頑張って動画を作っていこうと思いますので、末永くお付き合いいただければ本当の本当に幸いでございます。ってことでここまでご覧いただいた皆様、本当の本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。ではまた次回のわからせ動画でお会いしましょう。わからせ動画。お会いしましょう。というわけで実は結構神ゲー風味のガリウスでございました。霊夢さん霊夢さんもし情弱のまま魔界村やったらどうなっちゃうんですかね。地獄確定役なんだからやめときなさいって。検討します。検討ねー。最後まで見てくれてありがとうなんだぜ。まだまだ動画をアップしますので、チャンネル登録してもらえると心の底から喜びます。レトロゲームは夢がありますからね。それじゃあ、またねー。